いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルメルセデスベンツ S400 ハイブリッド AMG ラインを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパーに下すり、フロントバンパー複数箇所、ボンネット、フロントガラスに飛び石がございます。それ以外に大きな傷やへこみはございません。走行距離約4万3000キロと走っているお車ではございますが、非常に良好なコンディションを保っております。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラウンレザーを採用しております。 S クラスの中でも人気の高い S400 ハイブリッドでございます。こちらのお車は AMG ラインが装備されておりますので、スポーティーな専用装備を数多く身にまとったお車となっております。またこちらのお車はブラウンレザーを採用しておりますので、市場でも珍しいお車となっております。エンジンに関しましてもハイブリッドのモデルですので、燃費にも期待できる1台となっております。ヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンに関しましては 3.5 リッター V 型6気筒のハイブリッドエンジンが備わっており、最高出力は306馬力を誇ります。足回りに関しましては AMG ライン専用の19インチアルミホイールが備わっており、足元まで非常にバッチリと決まった1台となっております。またタイヤの山に関しましては、前が3部山、後ろが2部山程度となっております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましても LED が採用されており、安全性、視認性ともに優れたデザインとなっております。またマフラーに関しましては2本出しのマフラーが採用されており、軽快なサウンドを届けてくれます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。 S クラスということで非常に広々としたスペースが確保されており、また目立った使用感もなく良好なコンディションでございます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましてはブラウンレザーが採用されております。室内の空間に関しましては非常に落ち着いた雰囲気を醸し出しております。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましてはウッドとレザーのコンビステアが採用されております。またこちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能となっております。こちらにはディストニックプラスが装備されております。快適なクルージング走行をお楽しみいただける一台となっております。ナビゲーションに関しましては視認性の高い純正の HDD ナビゲーションが採用されております。こちらは地デジの視聴も可能となっております。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されており、滑らかな加速が魅力の1台です。走行モードに関しましてはエコ、スポーツの2段階が用意されており、同様にサスペンションも2段階の調節が可能となっております。またフロント両席にシートヒーターが備わっておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席の紹介です。後部座席に関しましてもブラウンレザーが採用されており、落ち着いた雰囲気を感じさせてくれます。また S クラスでございますので、室内空間も非常に広々としたお車となっております。またパノラマサンルーフが装備されておりますので、圧倒的な開放感のもとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2016年モデルメルセデスベンツ S400 ハイブリッド AMG ラインを紹介させていただきました。こちらのお車は AMG ラインが装備されておりますので、
内外装にスポーティーな専用装備が数多く施されたお車となっております。また走行距離に関しましても約4万3000キロと走っているお車ではございますが、内外装良好なコンディションを保っております。こちらのお車は市場でも珍しいブラウンレザーのお車ですので、非常に希少なお車となっております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。